ホリエモンの都知事選出馬についてどう思いますか。まあ、N 国とその NHK から国民を守る会の立花さんとか、まあ、堀江さんとかもそうなんですけど、一線を越えた人って選挙超お買い得なんですよね。まあ、マッカー笠賀さんって今議員になってる方いるんですけど、あの人って毎回毎回選挙に出てた人なんですよ。で毎回落ちてたんですよ。でもマッカー笠賀さんってそのスマイルなんとか名前忘れちゃったそのまああのなんか講演とかやる人 でその毎回毎回選挙に出るっていうので知名度が上がって、それがそのビジネスにつながるっていうのがあって、要はその毎回おかしな泡沫候補が出てるよねっていう空気感だったんですけど、赤坂さんとしては損してなかったんですよねっていう感じで、そのある程度その選挙っていうのをプロモーションであるって割り切って使う人たちにとって選挙って超おいしいんですよね。そのまあ、N 国の立花さんも割と全国区で有名な人になったし、じゃあ堀江さんもその選挙出ますっていうと、そのなんだっけ、東京なんだ改革宣言かなんかの本が確か先週堀江門こと堀江貴文さんの本が出たんですけど、であれもその東京都知事になったらこうするみたいな、その東京都を変えるための公約みたいな本で、でまあ売れるじゃないですか、もう5万部売れたのかなっていう感じで、なのでそのある程度有名な人が選挙に出るよっていうと、それがじゃあ本につながったりとか、じゃあその堀江さんとオンラインサロンみたいにつながったりとかっていうので、そのビジネスにうまくつなげやすくなるんですよね。なのでその知名度があって、その落ちてもあのダメージのない人っていうのは選挙に出まくると超得するっていうのがあって、このハックはなかなか優秀なんじゃないかなと思います。